ロシアのウクライナに対する軍事侵攻も終わりが見えないな。ほんとだよね。ロシア側も攻撃の手を緩めないし、ウクライナも一歩も引く気はない状態が続いてるね。何度も停戦協議は行われているけど、本当にロシアは停戦をする気があるのかって感じだね。経済制裁なんかでロシアは止められるのか？でも、全世界を巻き込む第三次世界大戦に発展することだけは避けないといけないでしょ。そしたらやっぱりどの国も迂闊には手を出すことはできないよね。今回の軍事侵攻は日本にとっても対岸の火事とは言えない。もしロシアがこの軍事侵攻を完全な形で成功させた場合、日本に対してもどこかの国が同じように侵攻してくることも考えられるよね。今回の軍事侵攻を見ているとわかるように実際は世界の警察と言われている。アメリカも他の西側諸国もはっきり言って何もできてないからね。独裁者の本気の脅しに対しては、どの国も何もできないことが露呈してしまったからね。そうだよな。日本としてはそういう最悪な事態にならないように、今の段階から敵国に対して牽制し続けていくしかないだろうな。ここではっきりと言うと中国も同じようなことを、日本や台湾、アジア諸国に仕掛けてくる可能性は十分にあるからね。それは西側諸国の国々は当然把握していて南シナ海周辺では、睨みを利かし続けてるんだよね。中国の度重なる挑発行為には、日本も台湾も自国だけでは対応しきれないからね。今回は、中国にあと一歩を踏み出させないために、西側諸国がどのように対応しているか見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2020年新型コロナウイルス蔓延がアメリカ軍にも大きな影響を及ぼしたんだ。原子力航空母艦セオドア・ルーズベルトがグアム島で一時隔離されて、活動をすることができないという危機的な状況になったんだ。いくら大型の航空母艦だと言っても、たった一隻が運用できなくなっただけじゃないの？それは違うよ。このことによって一時的にアジア、太平洋地域で作戦行動ができるアメリカの空母打撃群が一つ減ったということになるよね。アメリカの軍事力による牽制で均衡を保っていた地域では、一大事だと言っても過言ではなかったはずだよ。実際にセオドア・ルーズベルトが任務に復帰するまでの間は、中国の海洋進出の頻度は大幅に増加したと言われてるんだよ。やはりアメリカの空母打撃群が目を光らせてることで、中国の挑発行為を抑えてるところあるからな。それが一隻、海洋からいなくなったとなれば、中国にとってはこんなチャンスはないもんな。それじゃあやっぱり日本の尖閣諸島周辺でも中国の領海侵犯は増えたのかな？うん、それは間違いないよね。特に日本の尖閣諸島周辺への度重なる侵入行為は、2020年に一気に増加していて2020年度は過去最大の年間300回以上の侵犯行為が行われたんだ。年間で300回も？ほぼ毎日ってことじゃん。そりゃあ、海上保安庁や海上自衛隊は大変だっただろうな。もちろん、同じような侵犯行為を受けてるのは日本だけじゃない。中国はずっと台湾を自国領だと主張し続けてるからね。侵犯行為や挑発行為を繰り返していて、日本よりも軍事衝突の危機感は高まっているんだ。まさに今のロシアのウクライナ侵攻と同じ道をたどる可能性があるってことだな。あれだけの国土を持ってる大国なのにまだ領土を広げたいのかな？さらに中国は南シナ海の約8割にあたる海域を自国領だと主張していて、7つの環礁を埋め立てて人工島を作り滑走路や港湾を建設し、航空機や艦艇の配備をしているんだ。なんだよそりゃ、完全に侵攻するための準備を進めてるじゃないかよ。こうやって少しずつ少しずつ攻めてきてるってことだね。そうだね、少しずつ中国のシナリオが進んでいってる感じだよね。南シナ海の周辺国はどの国も中国と比較すれば軍事的に見れば小国ばかりだからね。台湾、フィリピン、ベトナムなども中国の脅威にさらされてるんだよ。こうなったらもちろんアメリカも黙ってはないだろ。もちろん、中国が一方的に主張している領海を認めないアメリカは、出航の自由作戦と称する南シナ海への艦艇の派遣をたびたび行っていて、2020年度に関しては航空母艦ロナルド・レーガンを3度も南シナ海に派遣したんだ。ロナルド・レーガンを中心とする空母打撃群は南シナ海で軍事演習を行い、中国への牽制を継続して行って両国の睨み合いが激しさを増したんだ。アメリカに南シナ海で軍事演習をされたら、さすがの中国も露骨に領海を犯すわけにはいかないよね。誰もがそう思ったんだけど意外と中国はこれまでの強気な姿勢は崩さなかったんだ。それには理由があって、中国は航空母艦や強襲揚陸艦、駆逐艦などを大幅に増強していて中長距離の射程を持つ地対艦ミサイルの配備を進めていることが原因だと言われてるんだ。最近の中国の軍備強化は凄まじい勢いだもんな。そりゃあ強気な姿勢にもなるだろうな。
ここまでは中国の話だったけど、ヨーロッパでも同じような動きがあるんだ。これは今全世界で注目を集めているロシアに対しての動きだね。中国もロシアも同じような独裁国家だもんね。2021年にフランス海軍の攻撃型原子力潜水艦エムロードが南シナ海に進出し、イギリス海軍の航空母艦クイーンエリザベスが極東に派遣されるなどの動きがあったんだ。イギリス、フランスなどの国々は旧ソ連、現ロシアを最大の仮想敵国と定めていて、NATO に加盟することで、集団安全保障を確立していたんだけど、近年はその脅威も薄まってきてる感は否めないんだよね。それは今回のウクライナ侵攻を見てもわかるよな。一時期ロシアは新型コロナウイルスの蔓延や原油価格の暴落で、国の基盤が揺らぐほど弱体化していた時期もあったんだけど、ロシアも軍事力の増強は進めていて、それに伴って、ヨーロッパ各国も軍事力の増強に力を入れ出したんだ。特にスウェーデンは今までは中立的な立場だったんだけど、ロシアの脅威が増すことで軍備にもかなり力を入れ出したようだよ。スウェーデンは NATO 加盟国のノルウェーと、新ロシア的なフィンランドに挟まれる形の特殊な地理的環境だからな。脅威を感じるだろうな。第二次世界大戦時には、西のノルウェーはドイツに、東のフィンランドはソ連に蹂躙された歴史を持っている。そういう環境に置かれてるから武装中立を掲げた上で国家の存続を図ってきたんだ。でも2009年にはリビアの内戦に参加するなどしているので、純粋な中立国とは言えなくなってるんだ。スウェーデンは小国ではあるけれど、こういう背景から軍事力を自国で維持するための軍需産業は盛んで、小型の戦闘機や小型戦闘機などを自国で開発しているんだ。スウェーデンが生産している小型戦闘機グリペンは、国内最大の軍事企業サーブ社の製品で自国以外でも、ハンガリー、チェコ、ブルガリア、南アフリカ、タイ、ブラジルなどに採用されていて、戦闘機としての評価も高いそうなんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日も雑学言ってみよう。いつもありがとう。今日は秘伝のタレについて話してみようか。うなぎや焼き鳥が美味しい名店には、創業当時から継ぎ足して使っているとされる秘伝のタレがあるよね。長く継ぎ足しているお店では、100年以上も継ぎ足してタレを使い続けているお店もあるみたいなんだよ。でも、そんなに継ぎ足し続けて衛生的に大丈夫なの？と思ってしまう人もいるよね。確かに、いくら継ぎ足しているとはいえ、そんなに長く使い続けていると腐ってしまわない？って思うよね。でもね、継ぎ足して使うタレには腐らないちゃんとした理由があるんだよ。しかも、名店ほどタレが腐りにくいみたいなんだ。今回は継ぎ足しのタレが腐らない理由を紹介するね。継ぎ足して使い続けてもタレが腐らない理由は大きく分けると3つあるみたいなんだ。1つ目は低温殺菌されているから。実は継ぎ足しのタレは低温殺菌されることによって菌類が繁殖できないようになっているみたいなんだ。低温殺菌とは、マイナスの冷たい温度で殺菌するのではなく、63度から68度ぐらいの長時間の高温で殺菌することなんだ。焼いたうなぎや鶏肉をタレにつけることにより、タレの温度が上がり、結果的に低温殺菌されるということだね。さっき名店ほどタレが腐らないと言ったけど、名店にはお客さんがたくさん来るため注文も多く、常にタレが低温殺菌されるため、菌が繁殖しづらいってことなんだ。でもね、単純にタレの温度を上げてしまうと、タレが煮詰まってしまい、タンパク質が変異してしまうんだ。そのため味が変わってしまい、せっかく継ぎ足してきたタレが台無しになってしまうので注意が必要なんだそうだよ。二つ目は塩分や糖分が高いから、蜂蜜は腐らない食材としてみんなよく知っているよね。その理由は、糖分が多く含まれているからなんだよ。そして、蜂蜜と同様に継ぎ足しのタレも塩分や糖分を多く含んでいる。そのため、菌が繁殖しづらい環境となっているんだよ。でも、蜂蜜と違って正しく保存していても絶対に腐らないというわけではないんだよ。確かに塩分も糖分も含んでいるけど、菌が繁殖できないわけではなく、しっかり殺菌しないで放置していると腐ってしまう可能性はあるんだ。あくまで腐りにくい環境というわけなんだよ。三つ目は継ぎ足しで中身が入れ替わるため、100年以上継ぎ足しをしていても、実は中身が入れ替わっているため、古いタレがそのまま残っているということはほとんどないんだ。継ぎ足して使っているうちに、だいたい1ヶ月ほどで中身はほぼ新しいタレに入れ替わっているみたいだよ。そう聞くと少し残念な気もするけど、最初からタレを作り直すよりは、継ぎ足すことによって同じ味でお客さんに自慢の味を出し続けることが可能になるよ。
タレにつけるうなぎや鶏肉からも旨味は出るし、継ぎ足しで作った方が旨味が凝縮されて美味しいタレを味わうことができるんだよ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ちょっと焼き鳥食べに行ってくるぜ。付き合うよ。